何見てるの？これだよ。予言の書。ケンジが考えたんだ。面白いだろうな、こんな未来が来たら。ねえ、友達になってくれる？これ見せてやるよ。新予言の書。2015年、新宿の教会で救世主は正義のために立ち上がるが、暗殺されてしまうだろう。万博万歳、万博万歳、人類の進歩と調和。元気か、サンバ。入った時はあんなに暴れていたのに、ずいぶんおとなしくなったな。実は外へ出ることになった。仕事でね。君の最後の希望にも関係があるようだ。場合によっては神の子といえども絶交しなければならない。対タイマフィア。そうね、今夜あたり姉山通りで攻防戦かもね。姉山通りって、ほらあそこにさ、区役所の裏手の中国人が多いちっぽけな通り。いただきます。姉山通り。わお、カンナイちゃん、この忙しい時にどこ行くか。今歌舞伎町の王者に参戦と。やめて！
いい加減にしなさい。这条街既不是中国黑帮的，也不是泰国黑帮的。听你，买债过马屁钱，刘哥，买债过那可怜代替呢？どうしてくれるの？七流がボロボロじゃない！今日からここはドンパチ禁止！文句があるなら、それぞれのボス連れてらっしゃい！ありがとうね、お嬢さん。ラーメン作れます？ここのって昔おじちゃんと食べた一番商店街ってとこの味とそっくりなんです。師匠のお店だ。マルミュー！お師匠さんはまだあそこでお店を？死にました。血の大晦日の時に。私は師匠の7番目の弟子なので七流ってね。ない！眼睛没开，老人家怂的。听到下面，陈彩凤砸门台，忙他妈！本地包，他压个啥啥？他一日就来嘛，我这硬没去。如门话，花金哥妈都会门干。哎哎，泰国的老大会出现，还真稀奇呀、啊！麺固め、ネギ大盛り、メンマ少なめ、チャーシューを負けして、この人たちにも同じものを。あ、はい。น้องสาว、ฉันเคยเจอผู้ชายคนที่มีดวงตาเหมือนเธอที่บางกอกมันคิดจะทำอะไรก่อนทำฉันเคยคิดจะฆ่ามันตั้งหลายคนแต่มันไม่เคยถูกลูกกระสุนสักคนชายคนนั้นทุกคนเรียกมันว่าโชกุน怎么说是日本人哦チェックだぞ。世界中に殺人ウイルスがばらまかれた2000年12月31日この世の終わりだと先生は思っ、レーザーやめ、お家でやってください。紅白歌合戦見てたら突然の臨時ニュースだ。首都東京を得体の知れない巨大物体が移動中ってな。いやでもあの時友達がいなかったら本当にこの世は終わってた。極悪人ケンジのせいで。先生は間違ってる。また遠藤か。こんなところにいたら彼ら自身の身が危ない。だからリモコンで操作してたんだ。誰かリモコンで操ってるように見えますか？逆に巨大物体に立ち向かってるように。はい、今の遠藤の話に誰か意見ないか？小泉。え、はい、います。朝からいます。お前どう思う？この写真。変だと思うか？あ、まあ変かなって。だったら何が変かレポートを出せ。ゲ。ケンジなんてうんことか書いてていいんだよ。うるさい！セット、セット。何すんだよ。ケイさんやめ。ちゃんと座って聞きなさい、カンナ。私悪くないもん。山形のおばあちゃんは
あなたが東京で私と一緒に暮らしてると思ってるのよ。なのにあなたは家を飛び出し、こんなところで一人暮らしを始めた。おまけに学校じゃ何度も問題を起こして。もしあなたに何かあったら、私はケンジに合わせる顔がないわ。雪地おばちゃん変わった。どうして戦うのをやめちゃったの？おばちゃんって呼ばないの！やめなさい！ケンジの曲をこんな大きな音でかけるのは。どうやるのこれ？ちょっと、いい加減にしてくださいよ！いつもうるさくして申し訳ございません。あんたも早く謝りなさい。僕たちは知事全盛時代にこの墨汁とペンで漫画界にラブコメブームを巻き起こそうとしてるんですよね、宇治岸。この熱い大使、あんた方みたいな素人には分かるまいね、金越。申し訳ありません。そういった事実を踏まえて読んでみろ。どうだ。あくまで一読者の感想を率直に言わせていただきますと、この作品からはお二人の熱い志が伝わってまいりません。上辺だけの恋愛より荒唐無稽のようでも、私が見たいのは地球の平和を守るような男のドラマです。おじちゃん、覚えてる？あの丸流ラーメンの味。どこ行っちゃったの？死んでないよね？早く私の前に現れろ！地球の平和を守る男って、そんなの書いていいのかな。まずいだろう。俺たちも宝塚先生や石の森氏、青塚氏、角田氏みたく捕まっちゃう。よし、友達に頼んで一刻も早くみんなを釈放してもらおう。頑張ろう。皆さん、まもなく人類は終わりを迎えます。悪魔のセールスマンが地球を滅ぼすのです。私を信じ、私とあるものだけが救われます。来月歌舞伎町教会に行く。やめた方がいいんじゃないか。大丈夫だよ。ひでえなこりゃ。顔がめちゃくちゃだ。これは身元割り出しが面倒だな。長のいい加減になれろよな。伝説の刑事の孫ですかね、あれ。警部、2丁目の教会の神父が。神父？おい、葬式にはまだ早いぞ。歌舞伎町教会の二谷です。
やはりリー・チェン・クイですな。中国系マフィアの構成員だったのですが、今は組織を抜け、彼からメッセージが入り、私に会って話がしたいと。大事な話だとか。マフィア同士の縄張り争いか。ナイフや拳銃でなく、わざわざショットガンを使う。マフィアの処刑方法ではありません。友達は今日午前、郵便と麹町会館で来日中のアメリカのタイラー大統領と会談しました。会談のタイラー大統領は、入ったな、血の大晦日のレポートなんて。アメリカも万国博覧会成功のために協力を惜しまない申し出ました。この発言を受けて友達はタイラー大統領に感謝の意を表し、日本と何してんの？賢治は忍んでたんだ。賢治？それってもしかして遠藤賢治のこと？ああ、ボウリングで言うとな。いや、あの時はすごいゲームだった。ところが最終フレーム、賢治はスネークアイを出しちまった。じゃあこの教科書に載ってることも全部？全部友達とユーミン党がでっち上げたことだ。お前遠藤環奈を知ってるだろう。ああ、あれは賢治の姪だ、姪っ子だ。あ、私そんなすごいこと全然知らなかった。知らん方がいい。下手に知っとるとこのじじいよりも先にあの世行きだ。あの世って？本日中に特別警戒欠陥に突入する。今回の歌舞伎町の一斉捜査の目的は、不潔化する中国マフィアとタイマフィアの抗争の取り締まりである。小野刑事、緊張しろ。すいません。いいか、不法滞在者に手心を加えるな。奴らは犯罪者だ、クズだ。長男直り、不法滞在者の温床となっている取締り対象の店舗名を読み上げる。ローズガーデン、チンポーロ。ここは広いな。市長抜いて。いや、いいか、お前どこにおらん。早く行けって。お前カンナ、警察、警察。逃げて、早く逃げて。警察だ。プリーズ、全員壁に手をつけ。わかれ、しかって。はい、警察。やめてください。何してるの？暴力はやめてください。やめてください。警察、やめてください。何もしてない。何で逮捕されなきゃいけないの？シンさんは何もしてない。おー、息子もない。はい、ごめん。離して、返してよ。大事な帽子なんだから返してよ。おとなしくしろ。ほら、弱い者一人じゃない。警察なんて最低、警察なんて大嫌い。おい、おい、はい、おい。
さっきはごめん、ろくに調べもしないで連行したりして。すぐに釈放されたから。俺のじいちゃん張さんと呼ばれる伝説の刑事だったんだ。あ、これ誰かの思い出の帽子？君もご家族を殺されたの？あの悪魔のテロリスト遠藤健二に。おじちゃんは無実。おじちゃん？そういえば君の名字遠藤。なあ、話してみてくれないか。何も言わないで聞くから。ヘッドフォンにウォークマン、ずいぶん旧式だな。今日は2000年12月31日とりあえず録音する。ボブレの日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてる。どれだけ歩いたら家にたどり着けるかな。おじちゃんが子供の頃に書いた予言の書をそのまま実現し、賢治おじちゃんのせいにして権力を握った奴がいる。20世紀の終わりに悪の組織が世界征服に動き出しました。2000年12月31日、ズーンと恐ろしい地鳴りとともにその巨大な影は東京に姿を現しました。果たして21世紀は来るのでしょうか。東京のいや世界の運命やいかに。2000年12月31日の夜、ここで大爆発が起きた。源氏おじちゃんは世界を救おうとした。そんな毎日が君の周りでずっとずっと続きますように。ラララ、おじさん、下手だけど歌はもっと下手だな。ダメだよ、ロッカーの鍵かけ忘れちゃう。蝶野刑事。冗談じゃないよ、あの世行きなんて。あの世ってどこよ。何それこと言ってる。あのさ、
もう血の大晦日のレポートを書かなくていいや。本当ですか？うん。その代わり友達ランドの研修会行ってこい。先生が推薦しておいた。それって何ですか？あの絵ですか？もしかして私殺される？そんなわけないだろう。遠藤も一緒だからな。頑張れよ。ねえ、あんたにね、合わせたい男がいるのよ。男？女？元男の女がいるの。その男を使って。はい。胸が。プリちゃん、私を安心して出てきて。カンナちゃん連れてきたの。どこですか？この子はね、新宿の天使よ。あんたひげ。カナちゃん、カナちゃんでしょ。いつもご飯ありがとう。このブリちゃん未成年なのにね、うちのパブで働いてて引っかかっちゃったのよ。新生少年保護条例に強制の必要があるってことで友達ランドに連れてかれちゃったの。友達ランド。早くこっちに戻ってこようって真面目に研修受けてたんだけど、成績が良すぎてボーナスステージに入れられて、だから逃げてきたの。ボーナスステージって？恐ろしいところ。不潔で不気味で熱くて貧乏で汚い服を着た子供ばっかりで、小学生が真夜中理科室に行って。理科室？あんたパンツ見えてる？恐ろしい。友達の。ああ、これ以上言うとあなたも死ぬ。 D さんみたいに。友達ランドでのことを D さんに全て話したの。 D さんこんな風に言ってた。朋友要讲违心，计划消灭人类。友達は神になり、人類を滅亡する計画。何の話？分からない。とにかくポリに行った方がいいわよね、カナちゃん。いや、警察なんか行きたくない。私も警察なんか大嫌いだけど、あの若い刑事なら。バイトさん。警官だったの？信じられない。いい人だと思ってたの。ああ、君そういう言い方は偏見だよ。だって陳さんのことだって知ってたんでしょ。仕方ないさ。不法在留は犯罪だからね。どちらへ？刑事課。あちらです。じゃあまた。どうしたの？ブリちゃん、犯人はあいつ。すいません、遅くなりました。何やってんだよ。リーの殺害現場でニューハーフ見かけたっていう有力な情報があったんだ。一晩中調べてやっとヤサ突き止めたんだ。ちょっと前見てこい。ヤサ。なんで君が。どうせグルなんでしょう。おい、来たの。どうだ。逃げろ。あ、はい、意地ありません。早く逃げろ。私知ってるんだからね、中国人殺しの犯人。
何やってんだよ。ありがとう父ちゃんの形見。プリちゃんのお父さん血の大晦日で亡くなってね、これさえあれば覚悟を決めて東京から出られるわ。だからあんたパンツが。尾行してきたのか、警察よ逃げて。待てよ、早く逃げて。俺を信じろ、本当の話を聞かせてくれ。強ねえ、カナちゃん、カナちゃん、その人、いい人みたい。私、鼻がきから分かるの。あの、鼻が高くて、目が涼しくて、歯が白い人は、いい人なんだよ。だから、話してみない？奇妙な光景だ。犬猿の中のはずのタイマフィア。中国マフィアが仲良く座ってる。私頼んでないんですけど、この人たちが守ってくれるって言って。ご迷惑でしたらすぐに。あなたを誰から守ってるのかな。ここでの話誰にも聞かれてないですね。いえ、聞いておられる方がいますが。え、盗聴器。ここは神の家ですよ。あ、神様ね。そういうことなら別に問題ないわ。問題ない。神父様は友達のことどう思う？私のようなものは、世俗のことは。いやー、しゅうちゃん、まあ上がれよ。お久しぶりです。いやー、もういかめしばっかりでパチンコも気軽に行けなくなって。でもすごいですよ、さすがノンキャリアから初の警察庁長官。山崎長官は僕らの憧れです。いいよ、子供の頃みたいに山さんおんちゃんでいいよ。はい。しょうちゃん久しぶりね。唐揚げ食べてゆっくりね。中国人殺しの犯人が現職の警察官か。ニューハーフは僕の方で保護しています。このことはまだ誰にも話していません。直属の上司にも同僚にも。そのニューハーフってのは今どこに？あ、いや、それは。うんうん、いいんだ、言わなくていい。そのうち長さん2世って呼ばれたりしてな。ほら。あ、失礼します。長さん、あんた、あの時首突っ込みすぎたからあんなことに。やっぱりあんたの孫だな。同じことしてる。あの若いの絶好だ。信じらんない。だから言ってんだろ、俺が上層部に掛け合ったって。ブリトニーは完全解決まで俺が守る。ちょっと手を挙げて。なんだよ。もし携帯の電源がオンになってたら、敵にこの場所が探知されて。切れてる。当たり前だろ、素人じゃるまいし。これは何？そりゃ お守りだよ。お袋に無理やり持たされたんだ。キャー！素敵素敵、こんなぶら下がってた。何もう言うてるの。ほら、ピンク。ちょっとカンナじゃなくて、おかしい。これこれこれ、すごいこれ。何これ、ちょうだいよ。間もなく人類は終わりを迎えます。今こそ私と共に宇宙となり
ましょう。お母さんのお守りか。私ダンサーになるのが夢で、その夢諦めるくらいなら死んだ方がマシだって思ってた。あんな恐ろしい別世界を見てしまって、ありがとう素敵な刑事さん。勤務ご苦労様でした、長野刑事。早く違うよ。弾を込めて発電装置。どこだ、どこ行った。私友達ランドに行くことに決めたから。友達ランド？あそこには何かがある、きっと何か、友達の秘密が。だから自分の目で確かめてくる。カンナ絶対にダメよ、あそこには何があるか。ケンジおじちゃんは逃げることは恥ずかしいことじゃないって言ってた。絶対に逃げたりはしなかった。だから私も逃げない。カンナ、友達って誰なんですか？わからないが、俺の幼馴染の誰か。え、寝ちゃったんですか？いきなり黙られるとちょっと不安になるんですけど。やっと開通だ。この部屋は構造上最高の脱出ポイントだからな。もしかして今まで話してたお向かい様？
も一緒に行っていいですか。僕角田って言います。あなたは。俺は将軍。おい、そういえさ、木更津ですげえパブ見つけたよ。はあ、上からナオンが降りてくるんだよ。ナオン？しかもノーパンで。マジっすか？マジっすか、ノゾさん。年間パスポート使えるんだよ。おお、天井がパカって開いてさ、パカ。行くぞ漫画家。潮の匂いのする方角だ。はい。ちょっと。一刻も早くこの冷たい海水から上がらんと俺たちの命はないぞ。でも東京までまだまだありますよね。俺の幼なじみがどんなに最悪の事態でも信念を持ってギターをかき鳴らし歌ったんだ。信念。これが現実ですよ。漫画家はここで待ってろ。え？将軍！将軍！無茶だ。無茶だよ。待ってろと言ったろうが。僕にも信念がある。どうしました。誰がこんなことをやろうとしてるんだ。あれを見れば。おしまい。他には何も見られない。大阪の親戚のおじさんが連れてってくれる2日間、この間にどれだけのものを見られるか。とりあえずそれぞれ行きたいパビリオンを5個ずつ出して予定を組もう。何やってんだケンジ。俺の祭りも終わったよ。は？万博行けなくなった。なんで？父ちゃんが同じ日に
海行く予定立てた。千葉の勝浦、親戚が5日間、家を空けるから自由に使っていいって。父ちゃん大阪までの新幹線代払いたくないんだ。勝浦の親戚どうして5日間も家空けると思う。万博行くんだってよ。もしもし。尾行されてないか。ええ。今日はどうした。カンナを助けてほしいの。お願い。皆さんおはようございます。私は友達ランドドリームナビゲーターのタカシです。ではここで友達ランド到着まで私と一緒にゲームで楽しみましょう。スプーンあげて。こうやってここを押さえて大きな声で曲がれって言ってください。曲がれ。誰がエスパーかな。曲がれ。曲がれ。こんな曲がるわけ。すごい、遠藤さん超能力者。後に名曲を生むことになるとはこの時まだ誰も知り惜しもなかった。万丈目投手は友達と春波男先生、そしてハロハロ音頭一つでも欠けていたら万国博覧会が開催されることはなかっただろうと語った。友達はローマ法王とテレビ対談をした。法王は友達を神に最も近い聖人と称えたが、友達は謙虚に日々の仕事をこなしただけですと答え、多くの人々に感動を与えた。Woo! Woo! Woo! Woo!
あなたはもっと頑張ってね。ふざけてる。以上、バッティング。あったあった、無事だったゲームしようっと。よいしょ。属性権のものをここに持ち込んじゃ、これ扱っちゃってますからね。グッナイ。盗聴？盗撮？どこ？ここだ。ここでもないか。待ちなさい。その子をどこ連れてっき。もしかしてあなた。違う、全然違う。義経おじさん。僕は義経おじさんじゃない。おじさん、秘密基地。だから僕は義経じゃない。じゃあ、あれは何？もんちゃん、丸尾、福部おじさんでしょ。賢治おじちゃんや、おっちおじさんは？二人は。元気だ。やっぱり義経おじさんだ。
だ。おじちゃん、会いたかったぞ、会いたかったぞ、カンナ。おじいちゃん。この友達ランドに入ってしまったらもう卒業する以外に助かる道はない。ちょっと待って、逃げらんないの？無理だ、あいつらは地の果てまで追いかける。捕まったらどうなの？ボーナスステージ行きだ。ボーナスステージ、アトラクションの成績上位者もそこに入れられる。そして入れば3つのタイプの人間が出来上がる。友達に全身全霊で尽くす勤勉な人間、言われたことを何でも疑いなく信じる人間、いじめられようが何されようが絶対文句を言わない人間。全部やだ。ボーナスステージはどうやったらいけるの？やめろ、私はお前を助けるためにこうやって。教えて、私の友人はそこに生かされたの。上位10名でも特に成績が優秀なもの、つまり1位と2位がボーナスステージに行ける。それがどう危険なの？君の部屋にあった壁の文字見たか？彼はボーナスステージを出た後、ただニコニコ笑うだけの子になった。そしてある日自殺した。 No。 15円。お、ちょっと、あ、スイカ15円。1971年。
健二おじちゃん、誰？私、行きたいところがあるの。理科室なんだけど。だからさ、俺が理科室に行かないって、風邪ひいて熱あるんだからさ。おじちゃんも理科室に行く予定だったの。おじちゃんって誰だよ。ケンジ君、モンちゃんが水槽ポンプスイッチ入れるの忘れてさ、あそこ勝俣君の幽霊が出るじゃん。勝俣君？理科の実験が大好きな勝俣君。船の解剖の前の日に死んじゃった勝俣君。誘われたけどさ、ドンキーと行けって言ったんだ。あいつなら幽霊なんか信じないからって。ドンキーって友達の最初の犠牲者？ねえお姉ちゃん誰よ。私が守る。絶対おじちゃんの心無駄にしないから。私が地球を守るから。だから約束して、絶対に生き残るって。だから。ん？スイッチ入ってる。もんちゃんちゃんと電源入れてたんだ。こんな表示が出ましたが、どうしますか？去勢終了するとプレイヤーの脳内メモリーに支障をきたす場合があります。よろしいですか？あれを見せちゃいけない。イエス。おお。で友達の秘密を探してんの。友達？なんかさ、お面かぶって変なことやってるやつとか、こう説教臭いことやってみんなを惑わしちゃうようなやつとかいない？アーメン透明ヒア透明。あいつ。アーメン透明ヒア透明。アーメン透明。何してんの？宇宙人と交信してるんだって。アーメンそうめんひやそうめん。あなた友達でしょ。
お面取って顔見せなさいよ。今から奇跡が起きるんだ。何をわけのわからないこと言ってんだよ。早く下ろしてあげなきゃ。すごい、生き返ったんだ。嘘だ、人が死んだら絶対に生き返らない。今見たじゃないか。絶好。 なんだよ。絶好だ。出た！あなたたち、何をしようとしてるの？これでいいんだよ。これが大いなる計画なんだから。あなた誰なの？顔を見せなさい！山根、こいつも絶好だ。絶好だ。絶好だ。ダメじゃないか。彼女は運命の子だよ。いや、神の子だ。何を言ってるの？キリコさんと僕の可愛い可愛い娘なんだよ。お面取ったら友達になってくれる？私はあんたの友達なんかじゃない！今言ったことどういうこと？これが真実だ。これが奇跡だ。隊長、これ以上ここにいたら我々が危険です。やりすぎる！続いては今日発表された友達の新宿視察に関するニュースです。友達は予定通り新宿視察を行うと発表しました。この視察については警視庁友達公園が警視庁新宿の治安は大丈夫であり、想定外の警戒予想されるとして。汚さないでくれよ。ゴミは分別してくれよな。あ、はい。これからどうするんですか、将軍？焦らず、もうしばらくここに潜伏してるさ。警察はもう僕たちのこと追ってないんじゃないでしょうか。この前こっそり交番の前通ったんですけど、僕はもちろん
将軍の手配写真1枚出てなかったんですよ。友達のことだ。何を考えてるかわからない。油断しちゃいけないですね。爆弾だ！よう、お前さんがそろそろ現れるんじゃないかと夢のお告げでさ。お前さんが捕まってた間、ひでえ日本になっちまった。貧乏人と犯罪者の巣窟だよ。神様はどうしてだ。ホームレスには見えないが。ああ、飽きたんでな。今金持ちやってるよ。金持ちやってる神様。ああ、株で儲けたんだ。あんたらしいな。株の世界も現実の映し鏡でな。血の大晦日以降急成長した会社ってのがまたどれも怪しい。まあ一番うさんくさいのがこの大福堂製薬。例のウイルスのワクチンを大量生産して上場にこぎつけた。以降株価はうなぎ登り、今や超優良会社だよ。山根昭夫。ねえ落合くん、今月の学研の科学の付録なんか物足りないんだよね。思い出したぞ。ねえ、予言の書って作ってんだろ。なんで知ってんだよ。友達から聞いたんだ。友達って誰だよ。あんなのどうせケンジが考えたんだろ。君みたいなできる子はあんなやつと付き合わない方がいいよ。大きなお世話だ。ねえ僕ら、君たちの予言の書よりずっとすごいの作ったんだ。新予言の書って言うんだぜ。二人ともバーチャルの中でお面の子の素顔を見た。この中にそいつがいるか。勘弁して。お面取ったあいつの顔、あの瞬間思い出そうとすると吐き気がすんの。そうだ、理科室にいたもう一人の名前、山根くん。山根くん、確かすごく勉強ができるやつだったような。手に新予言の書を持ってた。それって誰が書いたの。ユキジ、話してやってくれ。私とモンちゃんは血の大晦日の2年後に再会した。でもあの人、その時は不治の病だったの。ケンジの書いた予言の書は今どこにある。カンナが持ってるわ。ケンジおじちゃんの形見だって。あれから山ほど資料を手に入れた。その中にコピーなんだが、こんなものがあった。モンちゃん、これは新予言の書の一部だ。ケンジの書いた予言の書には続きがあったんだ。2015年、新宿の教会で救世主は正義のために立ち上がるが暗殺されてしまうだろう。手に入れたのは3枚だが、きっと続きがある。誰が書いたの。わからん。どこで手に入れたの。差出人不明の封書で届いた。
ケンジが、オッチャが、福兵衛がそうしたように、俺は最後の時まで戦って真相をつかまなくっちゃ。おんちゃん、その2日後、もんちゃんはまた姿を消した。そんな大事なこと、どうして雪女おばちゃんは隠してたの？それはあんたには関係がないし、危険が。私に関係がない！ねえ、本当にそう思ってるわけ？他に隠してることない？もっともっと大変なこととか。いや、ないさ。雪女おばちゃんは？ないわ。そう。小泉、よく無事に帰ってこれたね。うん？友達ランドってやっぱりすごいところだったのね。なんで？あの遠藤とあんたがずる休みも遅刻もせず真面目になった。あ、新入り登場。新入りって誰？代理の英語教師。はじめまして。僕の名前は。小泉先生、保健室に連れて行きます。君は？遠藤です。大丈夫？あの子が遠藤環奈か。生徒がいたんで送ってくようなこと言ってたけど。カバン取ってこなきゃ。はじめまして、小泉京子さん。 My name is 佐田清。前の学校では佐田清って呼ばれてたよ。新しい先生の名前は何て言うんですか？佐田清先生よ。佐田清って。あのこれあれですよね、ロボット。なんだっけ、確かガンダム。鉄人28号だ。ロボットの概念もろくに分からず、ロボットロボットと何も知らないくせに。ところで知ってる？遠藤環奈ってエスパーなんだろ。そういえばスプーン曲げてました。そうか、やっぱり僕の勘は正しかった。彼を止められるのはエスパーの遠藤環奈しかいない。エスパーなら僕らを探し出せるよね。彼が大人になって声をかけてくれた時、僕はすごく嬉しかった。5年の時間で転校した僕を覚えててくれて、僕が死んだなんて噂が流れてたのに、僕は黙っててあげたのに。黙ってるって何を？万博に行かなかったこと。彼はそれを誰にも知られたくなかったんだ。だから万博の間、彼は僕になった。これが僕で、こっちが彼。あれ、違うかな。彼の素顔の写真とか持ってるんですか？今は持ってないけど、見たい。見られるところ行く。ちょっと遠いけど。いいです。
遠慮しないで入って。いや、誰もいないよ。ここはね、忠実に再現した友達の家、友達博物館だよ。友達の部屋見る？見たくない、見たくない。あったあった、これが友達。いいです、本当に。もう僕はね、友達が欲しかった、いつも。見せてやるよ。ねえ、友達になってくれる？彼はたった一人の友達だったんだ。あれ、もう奴らに囲まれたみたい。高須主任、現場到着です。サンキュー。サンキュー。高須です。絶好許可お願いします。絶好許可お願いします。じゃあ二人とも絶交だ。絶交？どなたですか？僕に御用だそうで。探したよ、佐田清。シモン君？これ送ってくれたの、お前じゃないのか？ありがとう、全部喋ってくれて。この証言が全ての突破口になる。君の勇気が全人類を救うんだ。モンちゃん。なんだ、いいもん悪もん、僕はどっちだ。これ持っててくれないかな。もんちゃんメモ、これに全てが書かれてる。うわ、ちょっと
絶好許可出ました、うん、絶好許可出ました。絶好を始めてください。喜んで。どういう、エスパーだから分かったんだ。うわっ、佐田先生は味方だよ。友達を裏切って私のこと助けてくれたの。それにこのメモ、もんちゃんメモ。佐田先生、開けて。僕は悪者だから。先生、一緒に逃げましょう。カンナ、そのメモに君のお母さんの2000年当時の居所が書かれてる。君はお母さんを探さなくちゃいけない。あの日モンちゃんは言った。自分はもう病気で助からないけど、もっともっと生きたいって。そのモンちゃんを僕は、ごめんね、ごめんね。先生、先生、突入しましょう。サンキュー、喜んで。ただし中の備品や家具は一切壊さないこと。イエス。いっぱい撒いたんだ、燃やしちゃうよ。もうやめなさい。つけちゃうよ。やめて。開けて。早く逃げて。この町はずっと前から寂れていたよ。ただ一時いい時期があってね、岸壁の上に病院ができてよ。人口が増えて高速道路も通るかという話になってね。ところが急に中止になった。なんで？例の全身から血が噴き出す病気が流行ったんだよ。日本であの病気が出たのはここが最初じゃないか。それっていつ頃？95年頃だな。いや、流行ったって言っても死んだのは3人ぐらいで、あの女医さんが治療してくれたおかげだよ。女医？あの岸壁の上の病院の女医さん、映画が好きでよ、
子供の頃弟と見たゴジラの息子。その話よくしてたっけ。アフリカで医師の資格を。チーム、バイオ成功。嘘だ。まさか。母さんがウイルスを。ミッチを愛しているぞ。ああ、今ちょっとかっこ悪かったな。ちょっともう一回やってくんねえか。おい、直樹、取り直しはなしって言っただろ。町おこしの映画祭でな、町の人たちに一言ずつコメントをもらってるんだよ。愛する人へのメッセージだから。そうだ、ほら、おっちゃん、おっちゃんなんか言って、やだよ。父親のおじいちゃん、なんか喋って。おじいちゃん、眠ってるの？次は遠藤桐子先生です。ああ、これだよ。皆さんに顔向けできません。私はとんでもないことをしました。弟にも、そして娘にも。あの先生、私はゴジラのような悪魔になってしまった。ごめんなさい、はっきり言えなくて。ただこのメッセージが分かる人に届けばと。先生、もし2002年以降彼らがまだ力を持っているようなら。先生、これは愛する人への。その時は誰かお願いします。誰か彼らを止めてください。さもないと2015年世界は終わってしまうの。とりあえずはもうカットでね、お願いします。ではお願いします。これはテイク2だ。取り直したんだな、カンナ。カンナ、一生懸命幸せになって。
ちょっと、あんた方ひょっとして山根さんの幼なじみの方？ええ、そうです。なんて小学校？新宿区立第三小学校。何組？3組。生まれ年は？イノシシ。正解。やっと来たか。幼なじみが訪ねてくるかもしれないからこれ渡してくれって。山根さん、大企業の会長さんなのにお茶目よね。あんたたち、んな汚い格好してたら泥棒みたいよ。お風呂入んなさい。どうしたんですか？これは何だ？小学校の理科室に山根が俺を呼んでる。夜の学校ってやっぱり怖いですね。幽霊が出そうですね。幽霊か。あの時ドンキーも幽霊を見たのかな。戸が開いてる。君を待ってたよ、落合君。山根、友達はお前か？僕はただ研究をしていたんだ。研究を続けられさえすれば、2003年キリコさんが現れるまでは。あの検事の姉さんか？僕らは研究所の同僚だった。血の大晦日までは僕は彼女を慰めるために行ったんだ。たとえ君の弟がウイルスをまいた極悪人でも、君はその被害を15万人にとどめたんだ。気に病むことはないってね。それよりも僕は血の大晦日のウイルスより強力なウイルスを開発したことを自慢したくてうずうずしていた。このウイルスを無力にするワクチンはドクターキリコしか作れないからね。でも彼女は意外なことを言った。弟が撒いたっていうウイルスは誰が作ったのって。私たちじゃないの。あなたはそれを上回る細菌兵器を開発した。友達はそのウイルスで今度は本気で世界を滅ぼすつもりよ。最初は友達と僕の悪ふざけだった。でも彼はどんどん夢を実現し、それを僕にくれた。くれたって信じていた。キリコさんに言われるまでは。人類救済なんて全部嘘たちよ。やめてくれ、ドクターキリコ。私なさい、データを渡しなさい。嫌だ、データを渡しなさい。でも今の僕は歴史に残るマッドサイエンティスト。そのことを公にしろ。力を貸す。だから落合君、君に頼みがあるんだ。友達は新宿を視察する。チャンスはそこしかない。チャンス？チャンスってなんだ？友達の暗殺。2015年新宿の教会で救世主は正義のために立ち上がるが暗殺されてしまうだ。私は今新宿に来ています。本日友達は世界最大の危険地帯と言われる新宿視察に向かいます。友達は生の新宿を見て生の人々と触れ合いたいと、警備を最小限にとどめるよう指示した模様です。まさか今日奴が暗殺されるって予言じゃないよな。そうなったら一件落着だが。カンナは学校か？そのはずよ。知らないんですか？今日は神父さんに話聞きに行くって言ってましたよ。
神父？うん、新宿にある教会らしいですけど。もしこの救世主がカンナのことだったら、友達に殺されたって言ったら信じる。友達は神になり、人類は滅亡する計画。そうリーさんは言い残した。友達は全人類を抹殺しようとしてるって言ったら信じる。友達はどうやって神になろうとしてるの？人が神になることはできない。กูรู้สึกว่าเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าซะอีกวะโชกุนแล้วไอ้ที่มึงจะมาขอร้องมันเรื่องอะไรนี่เป็นแผนที่เส้นทางขบวนพาเหรดของโทโมดาจิในวันนี้กูจะไม่ถามมึงดีกว่าว่ามึงกำลังคิดจะทำอะไรแต่นี่เป็นแผนลับสุดยอดที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้เองโทโมดาจิมันจะออกจากขบวนเสียแตกกลางทางเพื่อจะไปที่โบสถ์โบสถ์教会ですよ教会って言ったんですよ今ก็ที่โบสถ์บราเธอร์นี้ตอนนี้ท่านสนิทสนมกับพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้โทโมดาจิเพิ่งได้สนทนากับพระสันตะปาปามาและมันจะต้องนำเอาคำพูดของพระสันตะปาปามาบอกให้บาเทอร์นิตานิรับรู้ตอนนี้ลูกน้องของกูเนี่ยอยู่ที่โบสถ์ทำไมลูกน้องมึงอยู่ในโบสถ์มันนั่งจุดตันสักคือว่ากูรักใคร่เอ็นดูเด็กสาวคนนึงเด็กสาวคนนั้นกำลังถูกตำรวจตามล่าอยู่ใช่แล้วดวงตาของหล่อนี่เหมือนมึงมากโอ้กูลืมไปเธอน่ะเป็นหลานสาวของเคนจิผู้ก่อการร้ายあの子に何かあったら私ケンジに顔向けできない。ご覧ください、我らが友達の勇姿を。今友達は世界で最も危険な地帯に進んでいきます。我らが愛する友達は世界の崩壊を唯一止めることができるお方です。日本が世界に誇る友達が今ゆっくりと、そして颯爽と国民に向かって手を振っています。マフィアじゃない。どういうこと？我朋友好像有事回来这教会哦。友達がここに？なぜ？好像有事来找神父吧。どういうこと？この人たちは？都是未来来看朋友，长什么样子的？
救世主は正義のために立ち上がるが暗殺されてしまうだろう。やめろ撃つぞ。カンナは俺たちの最後の希望だ。俺が救世主だったんだ。伏せてろ。さて、ヘムラ警官は死んだぞ。拾えよ、拾えよ、サンバ。おっちょ。カンナを頼む。おっちょ。行け。おっちょ、おじさん。いいんだ、彼は幼なじみだ。それに市民に銃を向けちゃいけないよ。マスクを取れ。お前は誰だ。マスクを取ったら友達になってくれる。俺たちはもうガキじゃない。遊びの時間は終わったんだよ。翔太君も遊んでほしかった。何？翔太君も友達がいなかった。翔太君も悩みがあって君に相談したかった。翔太君も無実の罪を着せられた。翔太君は君を待っていた。君に相談したかったから。お前、何の話をしてるんだ。お前は言っていたんだ。僕を覚えてないの？
僕の顔を？じゃあ翔太君の顔も覚えていない。そんなはずはないよね。お父さん、今度いつ遊んでくれるの？お父さん。ท่านคะท่านคะคือลูกชายของคุณท่านนะคะน้องโชตะบอกว่าเดี๋ยวจบครับโอเค please go ahead คือว่าลูกชายของคุณนะคะเขาเข้าใจผิดคิดว่าผู้ชายที่เดินผ่านมาเป็นคุณพ่อของแกก็เลยวิ่งข้ามถนนไปแล้วบังเอิญมีรถกระบะวิ่งมาชนค่ะショータとお前がどういう一人ぼっちだった疑われたこれ落合君なら覚えてるよねほらどっこか白状しな何もしてないよだったら何なんだこれはマスクをつけたセールスマンが街へやってきてトランクから霧のようなものを出したら大勢の人が血を流して亡くなったってええ街の人はみんな例の終末予言が始まったってだから
春波雄さんが来てくれたことはとてもありがたかったんです。そこ行くと僕は無力です。医者なのに死んでいく患者さんに何もすることができない。いや、それは。でも本当にそうなんですよ。ハルさんのマネージャーさん。ここです。現場からニュース速報です。新宿の現場です。今日13時頃この新宿の現場で、新宿を視察中の子供たちがパレードの最中に銃弾を胸に受けて死亡しました。今人々は友達を返せと泣き叫んでいる状態、ご覧にいただけますでしょうか。警察の発表によりますと、容疑者は海ほたる刑務所を脱獄したテロリストの落合長次の可能性が高いということなんですね。そして有名大学病院に緊急搬送された友達は13時20分息を引き取られました。繰り返します。13時20分友達は亡くなられました。そして今ですね、友達を一つ。The flags are flying at half-mast in mourning at the UN today. In his mourning speech for the death of a great hero, the President of the United States expressed his deepest regret and concluded he was indeed a true friend. Thales has announced that it is considering awarding Tomodachi an honorary title. It can only be a matter of time before a royal honor is bestowed upon our great friend. 曾经发生过感动故事的地方，我们深深的缅怀。在此前挽救过他们生命的人，我们的朋友。Il a aussi proclamé que le 14 mars serait désormais journée nationale du souvenir en faveur de Tomodachi, véritable ami de la France. Esiste pace senza il nostro redentore? Non lo sappiamo. Tomodachi, ti ricordiamo per sempre. Il mondo intero ha perduto Tomodachi. Le sue spoglie mortali non sono più, ma egli rimarrà sempre fra di noi. In nome del Padre.一人にさせてくれ。世界中がお前に祈りを捧げてる。しかしな、最後の最後に俺たちまで騙そうって。オッチョが殺さなければ山根がやるだろうと計算して、そして計画通り万博開会式があんたの葬式になる。いや、史上最大のショーか。実行委員会は明日の開会式を予定通り開催すると発表しました。なお郵民党は開会セレモニーを友達とのお別れ会にしたいとの意向を実行委員会に伝え了承されました。嘘、開会式がお葬式？ね、海外からも多くの人々が一堂に会します。友達のご遺体と共に迎える万博開会式、会場前にはその歴史的瞬間を見届けようと信じられない数の人々が集まっています。友達はこの万博開催に多大な力を尽くしました。大阪万博から半世紀の時を経て、今こそ人類の進歩と調和を、あるべき未来都市の完成を。万博はついに明日開催です。そして忘れることのできないあの日が来た。大変長らくお待たせいたしました。
201号メインゲートを開場いたします。全人類の祈りを込めた正義の祭典が今始まろうとしています。人類滅亡が近い今、我々は最も大切な友人を失ったのです。あなたは我々にとっていつまでも唯一無二の存在であり、ただ一つの希望です。この模様は世界246の国と地域に同時生中継されており、世界中が偉大な英雄の死を悼んでいることでしょう。まもなく始まる模様です。お連れしたぞ。どうしたんですか？友達は神になり、人類は滅亡する計画。この言葉の意味が分かりました。彼は死んだのです。でももし死んだ人間が生き返ったとしたらどうなりますか？生き返った人間は歴史上たった一人しかいません。全人類の唯一の希望、友達。友達は私たちに生きる希望と信じることの大切さを教えてくださいました。その名は永遠に語り継がれることでございましょう。それではブラハルツ国際連盟事務総長より弔辞をいただきます。一度亡くなり、三日後に復活を果たしました。人は一度死んでよみがえれば、神とみなされるのです。
さてと、新予言の書はどれぐらい進んだかな？ああ、ついにこのページか。リリリンと電話が鳴って、すべての準備が整うだろう。もしもし。うん、わかった。じゃあ、みんな、バーハーハーイ。その頃、世界各地にたくさんの防毒マスク、スーツ姿のセールスマンが現れた。友達ホームを訪問しました。友達はホームの子供たち一人一人と握手を交わし、途中子供たちの元気な姿に感極まって涙を流す場面がありました。続いてはお天気です。相良さん。噴出された霧は美しい虹となった。そして世界は、誰かリクエストくれよな。っていうか、誰かいるのか、北海道。オラは死んじまった。
ただ、オラは死んじまっただ。オラは死んじまっただ。僕だよ。僕が友達だよ。友達歴3年の8月20日、宇宙人が地球を襲い、世界は滅びるだろう。友達は世界を征服した。あとは人類を滅亡させる以外やることがない。私たちに残された時間は少ない。ケンジは生きて戻ってくる。絶対に。僕は全てが分かる。近々人類が滅亡することもね。私は神の子なんかじゃない。人類史上最悪の人間の娘よ。私が死ねば友達の勝ち、生きれば人類の勝ち。この幕を
俺たちの元に取り戻すんだ。俺の小中までの親友な、そいつは世界中から極悪人と言われながら地球を守ろうとした。ケンジはね、私たちに生きることを託したのよ。俺のやることは復讐じゃない、人類を守ることだ。20世紀少年最終章。僕こそ20世紀少年なんだ。これでおしまい。